こんにちは、小十子です。奈良に来ております。こちらはですね、喫茶田川さんといって、ネットで見たらデカ盛りカレーをやってるということで来ました。ただね、レトロな感じだったんですけど、リニューアルオープンしたということで、なんとめちゃくちゃ綺麗になっております。ディープな感じもね、いいなと思ってたんですけど、まあ、今回は綺麗な田川さんでお送りしたいと思います。私が来るとき、だいたい電車が止まるんよね。行ってきます。改めまして、こんにちは、小十子です。店内に入っていきました。店内もね、めちゃくちゃ綺麗です。もちろん今日はですね、カレーしかないという楽しみなメニューなんですけど、サイズがですね、極小カレー、小盛りカレー、中盛りカレー、大盛りカレー、別盛りカレーといって5段階あるんですね。で、お値段が安い。はい、ちょっと楽しみなロケでございます。それでは早速出していただいておりますので、すごいよ。ちょっとね、舐めてました。はい、まあとりあえず極小カレーから食べていきたいと思います。もうちょっとね、圧巻すぎてわけがわからないんですけど、見る極小がこれでも美味しそう。小盛り、中盛り、大盛り、そしてこれ別盛りです。いや、ここまでたどり着くかどうか、もう不安しかないです。はい、まあでもヤクルトもね、もらったんで頑張りたいと思います。いただきます。極小から、重っ。極小が重い。うまい。これはね、家庭の、美味しい家庭のカレーのお味です。こう懐かしいような、でもこう新しい感じもする、そんな感じです。うわ、このとろみがね、なんとも食感がいいです。でね、辛みはね、そこまではない、食べやすいカレーですけど、量、うん、おっきいお肉があった。食べちゃった。福神漬け、うまっ。 あった。
使うお肉。国章完食。ごちそうさまでした。じゃないね。はい、よ。こもり。おばちゃまじゃないよ。こもり。この汗。すごいね、あの辛くはないんだけど。コクがすごくあるからね、ものすごいこうエネルギーが入ってきてる感じ。汗。あ、うわ。量が多いから熱が全然逃げない。あったかいの食べれるからねいいんですけど、大食いはねちょっとね汗、うん、美味しい、うん、美味しいです、本当に、うん、学生さんとかも多いでしょうね、うん、いっぱい食べれる。小盛り完食。ここまでね値段一緒ですよ。鼻水出た。カラーで落ちるけね。これも絶対痩せる。
中盛りカレー完食。あとね、大盛りカレーと別盛りカレー。ちょっと角度変えてみますか。昔こういうトイレだったよね。大盛りカレー完食。別ご飯の量。これがね、こっちの方がいいかどうぞ喋ってもらって大丈夫です。カメラだけなんでここ大丈夫です。Thank you.
美味しいから食べれる。別盛りカレー完食です。ごちそうさまでした。喫茶田川さんのカレー大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べに来てみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。小十五でした。ありがとうございます。すいません。こんなに全部やってもらってすいません。すごい美味しかったです。ご飯も美味しいし、カレーも美味しいしっていう感じです。ありがとうございます。すいません。もう遅くに来てしまったので。ありがとうございました。